皆様こんにちは。今回はこちらのシリコンパフを使って実際にベースメイクを仕上げてみました。シリコンのパフのレビューをしてくださいっていうリクエストをいただいていたので、 Amazon で4つ入りを注文して使ってみました。はい、ではどうぞ。はい、では使っていきたいと思います。この透明の方を使います。で、今回はビセリチェコンシーリングベース、これは化粧下地なんですけど、コンシーラーを混ぜたような下地なんですけど、こうカバー力があるっていう下地なので、これを使ってみたいと思います。こうまず伸ばしてでやってみます。どうなんだろう、伸ばしてみますね。なるほど、あんまり肌に馴染んでいかない感じですね。あ、でも叩き込むとすごく綺麗に入ってくれる、馴染んでくれます。でもなんか気持ちいいです。これをつばなんか冷蔵庫とかでなんか冷やしといたら気持ちよさそうで、化粧水とかこれでなんか美容液とか乳液とかクリームとかやったら良さそう気持ちよさそうです。はい、こんな感じで馴染みました。まあいつも使ってるリアルテクニックスのスポンジよりも馴染ませるのにすごい時間がかかるんですけど、でもその分このシリコンパフの方にファンでは吸い取られないので、カバー力はすごい上がると思います。で、このビセのコンシーラーのベース下地もすごくカバー力があって、私は今日はこれだけで、あとはパウダーをちょっとはたいて出かければ大丈夫かなって思うので、クリームチークを入れます。で、この濡れティッシュで拭き取ったらすごく綺麗になるので、またこれでチークを入れていきたいと思います。で、これあの5分メイクで全部なくなったやつをちょっと今日は使って、シリコンの方に吸い取られないと願って、また同じのを使っていきます。で、これでまた伸ばしていきます。うん、しっかり色ついてますよね。やっぱり吸い取られちゃったんですね、5分メイクの時は。で、私クリームチークの結構あるあるとして、ここの真ん中だけ取れちゃうとか、ここだけあのスポンジに吸い取られちゃうとかで結構色ムラがあったんですけど、これは全然均等に色がついてくれます。はい、すごいいい感じです。クリームチーク伸ばす時もすごくいいです。ムラにならないのでめっちゃ気に入りました、これは。はい、こんな感じで今回はこれを使ってベースメイクを仕上げてみたんですけど、私の感想としては、悪い点は馴染ませるのにすごく時間がかかるっていう感じですね。本当にひたすらこうパッティングをし続けて、やっと馴染むっていう感じなので、馴染ませるのが大変っていうことだけです。他はちゃんと時間をかけて馴染ませればしっかりカバーもしてくれて、こっちのシリコンの方にファンデーションとか、今日はクリームチークもやったんですけど、クリームチークも吸い取らないのでしっかりクリームチークは色が残ってくれて、ファンデーションの方はカバー力も上がって
はい、すごく良かったです。で、あの汚れたやつはティッシュとかウェットティッシュとかで拭き取ればまたすぐ使えるっていう感じで、衛生面もいいし安いです。私はこれは4個入りで290円ぐらいプラス配送料って感じなので、1000円以下で4つ買えました。まあ4つもいらないんですけど、でもそれが一番安くって、あのいいかどうかは分からなかったのでそれを買ったんですけど、結果的にこれもすごく良かったです。私もずっとどうなんだろうとは思ってたんですけど、実際に試してみてすごいいい点ばっかりだったので、これからもしっかりメイクをする時間があるときはこれを使って、で毎日メイクのときはリアルテクニックスのスポンジを使ってっていう感じで使い分けて使っていきたいと思います。なので私はこれはすごくおすすめです。はい、リクエストくださった方ありがとうございます。最後まで見ていただきありがとうございます。バイバーイ。